月島は海上自衛隊の総海底。宇和島型総海底の3番艇。丁名は月島に由来する。月島は平成2年度計画総海底374号艇として、北地造船神奈川工場で1991年5月27日に寄港され、1992年7月23日に浸水、1993年3月17日に、 収益し、第2総解体軍、第21総解体に編入され、横須賀に配備された。同年12月15日、第2総解体軍令下に、第22総解体が新編され、同日付で収益した、前島と共に編入された。1997年3月19日、対番号の改正により、第22総解体が、第2総解体に解消。 1999年3月16日、暮れ地方帯阪神基地隊所属の第42総会隊に編成がえ、2009年8月7日午前8時25分頃、兵庫県神戸市ポートアイランド沖で土砂運搬船に積んでいた土砂の中から砲弾が発見されたため、神戸海上保安部から阪神基地隊に連絡があり、現場で日本軍のものと見られる砲弾、ロケット弾、 機銃弾など236発を回収した。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による東日本大震災に対し災害派遣される。2012年3月21日除籍。ありがとうございます。